どうも皆さんこんにちは、タエタスです。来ました、今年一発目のトルリ最終期、某所に来ております。限られた期間でしか撮ることができないというされているコルリクワガタ、私実はコルリを見るのも最終来るのも初めてなんですよ。今日はですね、そうそうたるメンバーで来ているんですが、ちょっと顔が出せる人はちらっと映るかもしれませんが、一応ね、山なので密になることもないので、最終中マスクが外れたりとかしてるシーンもあるかと思うんですけど、そこはですねソーシャルディスタンスを保って撮影してるので、そこは最初に言っときます、ご了承ください。コルリ採集には虫取り網が必要です。今回は最大245センチまで伸びる可変式の網を持っていきました。目はなるべく細かい方が好ましいでしょう。ない場合は100円均一などに売っている虫取り網でも十分可能かと思います。今回コルリクワガタを採集していくポイントは、だいたい標高1400メートルくらいの地点になります。それでは引き続きご覧ください。ということでね、ここに見えてますけど、これブナの写真で、こんな感じで結構背が低いブナの、もうちょっとこれは新芽がもう開いちゃってるんですけど、こういう感じでちょうどここの場所がいい感じです。我々も探していこうと思います。それではゴー。すいません皆さん、なんか唐突に登場いたしました虫太さんです。あ、こんにちは、虫太と申します、はい、今回も虫太さんとご一緒しておりました。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますちょっとね、まだ時間的に少し早いのかな。ちょっとまだ早いですね、朝なんで。もうちょっと経てば飛び始めると思うんですけど。なるほど、はい、いやちょっとね、今日は本当さっきも言ったとおり大御所の方がいるので、ちょっとコルリのね、あの見つけ方とかも皆さんにご伝授いただきたいと思いますね。見つかればいいですね。で、今日ちょっと見つけたいんで、はい、ガチめでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、見つけられるかなってところですね。なんかね、こういうところに頭を突っ込んでるらしいのよね、こういうところに。でも午前中で早い時間なので、まだね、もう少し時間が経たないとって感じかな。やべえ、え、どれどれどれ、あ、いた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 、これ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 、やばい、発見、もう早くも。あ、これもいますかね、この。あ、いたいたいた、え、撮りたい。ちょっとこれは、あ、あれ飛んでった、いますね、撮れた、撮った、ゲットゲットゲット、やったやった、ほい、わ、綺麗綺麗、コルリ、え、これオスですね。オスですか、綺麗、オスゲット、やったー、それで仕事終わりましたねとりあえず、あとは打ち上げだけです。あともう一匹ですね、ちょっと待って、これこのまま入れていいかな、うん、これ取ります。これは頭突っ込んでる、すごい。あ、これメスじゃないですか、どうですか、これは、あ、これメスですね、メスです、メスゲッター、ゲットゲット、これメス。なんかちょっとこのメスはどっちかっていうと、なんか少し銅色っぽい色がする、うんうん、オスの方が鮮やかですね。やったー、これ産卵セットにぶち込むっていうあれだったけど、産卵セットがあるよ。あれ、お、産卵セット持ってきたんですか。はい、産卵セットに入れたいと思います。あの、組み方がよくわかんないんで、お肉はと同じやり方にしました。ね、ちょっと
早速陽介さん入れちゃうか。早いな展開。産卵セットを組んできましたので、今日はですね誰もがやったことない地産地消で組んでしまおうっていうコーナーです。で一応ですけど、まあ念のためですが、まあかかってるとは思うんですけど、オスメス同居で入れちゃうかなという魂胆だよね。ちょっとこれ産卵セット、これがオスです。はいはい、オスで、これメスです。はい、メス。どうかわかんないね。あれでしょ、朽ちた材というか、入れてきたんで、うん、はい、もうあっという間に開始多分10分ぐらいで捕まえました。はい、あ、いるけどどうする。え、すごい、そんなにいるんですか。マジ、たくさん網で網で取っちゃいます。そうだ、ね、取るところは分かりました。ちょっと産卵セット、忙しいぞ。こんなに採取って騒がしいでしたっけ。こんな感じです。ここに置いた。そうだ、ちょっと行きます。あ、その上にもいるな、うん、え、落ちた。落ちたとか映ってるかな。これメスじゃないですか。メスでしょ。あ、オスだ、あ、オスだ、綺麗。その上にもいる。オスが多いですかね。取っていい？いいですよ。あ、今なんかね普通に喋ってるけど、隣に土屋さんだからね、皆さん。あ、出た、行っちゃった。え、こんなたのに。ちなみにさっきの産卵セットは間違いです。間違い？うん、材埋めちゃダメ。埋めちゃダメ、うん、上に転がせばいいんですか。そうそうそう、そんな感じ。え、このコルリ、あれ今私オス捕まえてきましたけど、飛んでた。あ、飛んでったね。こんなに飛ぶもんなんだ。こんなに飛ぶもんなんだ。え、捕まえました？秋田さん。え？オスですか？オスだよ。これ本当にすぐ飛んじゃうから。お、お、お、オスオスオス、めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛いやんね、これは。え、ここのエリアだけで何匹いるのってぐらいいますもん。ここで待ってるだけでずっと飛んでくる。ですね。うん。ただ町の一箇所で待ってるとメスが取れないから。メスを欲していれば移動した方がいい。なるほど、うん、一回取っちゃうとメスはなかなか補充されないので、オスはどんどん来るという。さっきじゃあメスはね、新芽の中に顔突っ込んでたのはラッキーだった。ちなみに土屋さん、コルリの知識ないんですけど、私新芽の樹液じゃなきゃ何を吸ってるんですか。新芽を、新芽の柔らかいとこをかじってそこから出る樹液を吸ってるわけだ。あー、なるほど。じゃあ新芽じゃないとダメなんだ。そう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 。え、それじゃあ本当に限られた期間しか生きれないですよね。新芽がなければ生きれないってことですか。うん、まあでも新芽っていっぺんに全部が開くわけじゃなくて、標高低いとこから高いとこに開いていくし、あの日陰のやつは後々まで残ってるし、新芽の期間って別に短い期間じゃなくてすごくダラダラ長いから、その間は生きてられるんじゃないかな、うんうん、あ、本体の寿命なんてそれで野外に出てから 2,3 週間くらいだから、その間は新芽は残ってると思うよ。貴重ですよね、この限られた期間でしか、まあ、見つけられないというか取れないというか。まあでも新芽に来れば要はメスがいるわけだから、あいつらはとにかく子孫さえ残せればいいわけだから。そういうことだって。皆さん、おー、すげえ、お前の卵、わー、すげえ、やばくない。うわー、すごい、旬ですね。今が旬。うん、美味しそう。いや、私全然触れるんですけど、あのうちもすごいんですよ、カエルの卵は。すごいね。すごいね。お、
いいでしょう。そうやって持ってる人初めて見た。毎年うちの池にこれぐらいの量の卵を産むんですけど、これをバケツいっぱいに入れてこうプルンプルンさせることが好きで、ちょっと頭がいかれてる。いい。ドン引きですか。いかれてますね。いかれてますね。完全に。いかれぐらいじゃ負けちゃいない。あ、ちなみに言い忘れましたが、今日のカメラマンは陽介さんです。あ、どうも、こんにちは。だいぶ、なんか冒頭から飛ばしちゃったから、紹介も何もなかったんですけど、ね、忙しかったね。だいぶね。うん。なんか、すごかったね。なんか、いそうじゃないでも、こういうさ、なんかいると思うんだけど、見つけられない。こういう重なってるところに、いる可能性があるんだよね。新芽採取、こういうさ、こういうさ、こういうとことかいないけど、いや見つけたいな、こういうとこ頭を突っ込んでるのが欲しいですね。さっきのメスは貴重でしたね。やっぱ上の方ですかね。あれ見て、あれって滝？あれは湧き水？あれ滝じゃない。これ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 。いましたね。いましたね。いましたね。映ってますか？映ってるかな？行っていいですか？どうぞ。あれ。ここはちょうどいい。あれ？これ違う？落ちたけど。あ？落ちた気がするけど？違うの？これ。そうだと思ったんだけど。違う？これ。あ、これ？違うじゃん！違うじゃん！これ何？これなんだこれ？これなんだ？これ土屋さんだな。すべて土屋さんに。全然違うけど、今そう見えたよね、一瞬ね。うん、見えた、ぽかった。これは羽隠しですね。え、これも新芽を食べるの？じゃあ。それは種類によってだと思うけど、でもこれはたまたまついてたんじゃないのかな、はい、でも新芽っていろんな虫がつくから、そうです、ね、なんだろうね、わかんないね、何が目的か。いやでもいい新芽だと思わない、陽介さんって。うん、よっぽど美味しいっていうことですよね。私も食べたいなと思いますけどね。私も食べたいなと思いますけどね。吸ってみたらいいんじゃない。ちょっとすいません、ちょっとちょっとこれだけ取って、あ、甘い？酸っぱい？甘みあるね。苦くはない。美味しいんだやっぱり。うん、山菜にできる。あ、甘いかも。へえ。うん、あ、甘みがある。ごめんなさい、私動物の気持ちに。いや、でも甘いわ。これ多分天ぷらにしたらすごく美味しいと思います。なるほど。はい、じゃあ山菜ですね。じゃあ山菜です、本当。ちょっと、あ、うんとね、あれだ、葉っぱの上のところ苦い。うん、ここの根元は甘い。ってことはやっぱりあんまり葉っぱが開かない方が甘いってことね。そういうことだ、わかりましたよ。ちょっともう一匹見つけたいなと思います。では引き続きやっていこう。ちょっと見つけられないですね。ちょっと場所を変えたいと思います。これだよね、ここ。え、ここじゃない、その上の間。今ね、葉っぱ影に隠れてる。潜ったかもしれないから、メスっぽいな。なんかここにもいるんだけど。待って、ちょっと一旦つついていいですか。あ、これだ。あ、いた。いたいたいた、これメスだ。これこれこれ、ここ。あ、うん。あ、これメスっぽいな。あ、今日メスっぽい。メスっぽい。入った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 。
メスだね。お、見てメス、ゲット。お、メス、食べてみメスです。ゲット。やったギリギリ今映ってんのかな。いただきついな。あ、取った取りました。あ、オスだ。オスです。今タイトルピュアに映ってる。うん、いや、いるね、この木。うん、オスだ。あれ、さっき見たメス、どこ行った？どこ行った？さっき間違いなくメスっぽいのいたんだよね。虫だけど、これ、何の虫かわかんないけど、これすごい珍しいのかな、わかんない。なんか図鑑で見たことがあるんですよ。なんかテントウムシみたいだけど、多分ハムシの仲間なのか。ごめんなさい。おお、綺麗でした。すごい。ちょっと詳しくなきゃ。あれでもね、図鑑で見たんだよな。うん、洋介さん、これは楽しいぐらい撮れるぞ、ここは。そしてですね、今気温が多分20、もう20度あるね。完全に超えてて、うん、むしろ20、多分3度は以上はあると思います。ちょっと一瞬ポイント変えますか。あの、同じところで撮っててもあれなんで、ね、じゃあちょっと移動したいと思います。 GO！ この葉っぱに、撮れてる？撮れてない。撮れてない。違う、これ何、これ違うな。え、でもなんか、ん、これ何、知らないけど、これっぽく見えるけど違うよね。これ形は似てるけど、これ違うな。え、危ない。これなんだろう。ちょっと見てみもらおうと思います、学者さんたちに。綺麗だね。でもなんかさ、メスっぽい見た目だけど絶対違うって自信があるやつです。またハムシだった。ハムシじゃない。これ。あ、これか。ハムシ、ハムシだと思うな。ハムシ。綺麗ですけどね。多分ハムシだと思う。これ以上のことはよくわからない。はい。じゃあリリースだな。あ、でも落ちるぞ。かぶせる。うん。切ってか。あ、取った、取った、取った。取った。あ、オス。飛ばないように。はい。飛ばないように。オス。オスゲット。オス。はい。綺麗、綺麗。オスでした。すぐ飛んじゃうからね。うん、綺麗だね、メタリックで。そうだね。でも綺麗に映る時間になりましたね、洋介さん。今は時間帯的にはいい感じ。いいですね、うん。さっきのはもう過酷の苦行でしたね、映像は。厳しいね。厳しいね。ちょっといいですか。行きますよ。うん、行けてる？行ってる。あ、あった。あった。あった、あった、あった。あ、合わない。こっちで目線の位置で交尾してるのがいますよ。あ、本当ですか？行きます。ちょっと、じゃあ撮っちゃうか。はい、じゃあこれは撮ります。ちょっと今俺スマホで撮ってるから、もうそのまま手で撮っちゃうか。うん、じゃあ撮ります。はい。待って、オスメスつがいでいた。
スマホ綺麗に映る。おお、綺麗に映った。カメラの何分目で使うかな。これひどいよね。こうやると多分少し良かった。下の枝に当たらないように気をつけて。はい。落ちちゃうかも。あ、いいね。え、こうでしょ。でしょ。これ。頑張れ。いいね。いいね。オスメス交尾です。やったぜ。小さすぎてピントが合わないよ、カメラの。じゃあ皆さん見てください。これがコルリのオスメスのつがいの交尾の様子です。メス映ってっかな。でもこれどうだろう。うん、どの角度が一番メス映る。こっち。あ、ここだと映るかな。うんうん、いいかも。あ、いいね。いいかも。今日だけで相当取れてますね。もう10匹って聞けないですかね、見つけたのね。見つけたのだけで言ったらもう相当の数だね。相当の数だね。捕まえたやつだけでもそろそろ10ぐらいいくんじゃない。いくかもしれない。うん、綺麗なやつをワンペアぐらい持って帰ればいいさ。そうですね、あとは全部リリースしますね。そうだね。はい、うん、皆さんもあれですよ、山に入った際はゴミは捨てずに節度を持った採取をしてください。うん、ということです。いた。お、え、あ、これ、あ、ほんとだ、やばいじゃん、ひろちゃん、どうしよう、どうしよう、どうしよう、取った？全くピント合わないんで、引きで。あ、引きでいきます。いきます。うん。おっす。わ、すごいね、これ吸ってる。こうやってかじってね、吸ってるらしい。これ見て、かじってるよ、今ちょうど。ほら。あるかな。パッてにしたらあるかな。これ、これかじってる。合ってるかな、合ってるっぽいな。うん、これ見て、かじってるよ。ほら、綺麗に食べてるね。これかじってる、いいね。これがコルリの餌食べてるし。やばいじゃん。もぐもぐタイムですね。もぐもぐタイムですね。あの、ステイホームですね。そうですね。すごい美味しそうに食べてる。はい、ゲットン。すごい綺麗だね。うん、うん、やった、ゲットです。ゲット、ちっちゃい、綺麗、綺麗です。はい、イエイ。なんとですね、ここからですね、ビークア75号にコルリ最終記を書いたジョニーさんの貴重なインタビューがあったんですけど、ビデオカメラの電池が切れてしまって、産卵セットの組み方の途中からの映像しか残ってませんでした。すいません、途中からなんですけど、聞いてくださると嬉しいです。容器を、はい、例えばミニケースに1本だけでセットしたら、はい、今度は中ケースに2本3本っていう感じで写し替えてあげれば、はい、あー、そこそこ、ちゃんと移動してくれます。虫が、虫が、まあ、幼虫がその移動するから、はい、じゃあ産んだなって確認できたら、はい、その材プラス周りに材を足してちょっと大きめなケースに移してあげれば、はいはい、その羽化までいけるという。そうですね、結構簡単にできちゃうんですね。そうだね。で、まあやっぱり幼虫飼育で、まあ、標高の高い虫なので、はい、高い温度にはどうしても弱いので、ミヤマだとかヒメオを飼育するぐらいの環境で、あの、置いといてあげるのが一番と。まあ25度以上にならないように、ならないように気をつければいいかな、ね、っていう感じですか。だから幼虫だけでを要塞で取った場合なんかだと、冷蔵庫の野菜室で羽化まで仕上げますから、はい、あら、そんなに、結構、結構強い虫なんですね。そう考えると寒さにもちろん強いですね。まあ冷蔵庫の野菜室でさなぎになって親にまでなります。なりますか。普通に餌は普通にゼリーで OK ってことですか。餌はもうあげたことないっすね。あ、なるほど。なるほど、なるほど。もういた、もう早速ジョニーさんが見つけてる、その先で。あ、いた、さすが。オスか。サクッと取りますね。はい、どうぞ。すいません、ありがとうございます。って言ってる先からさ、取材してる先からさ、取っちゃうっていうね。すごいですね、これ、ここ、もうすごい数がいますね。コルリ採集をするポイントで、はい、何が一番大事ですかね。
やっぱり芽の新芽の時期を いかに合わせてくるか。要は低くて細い新芽っていうんですか。なんか芽がちょっと開きかけぐらいのところによくいますね。ですね。なのに集まりやすいので、その年の雪解けと新芽の芽吹きの状態を見ながら、まあいろいろ情報収集してみたりしながら場所と選びつつ。なるほど。やっぱその状況の見極めが大事っていうことなので、私も今回初めて来させていただいたんですけど、今日はすごくいい日だったって聞いたんで。そうですね、あの新芽の状況もまあドンピシャっていう感じなんで、で天気もいいですから、はい、これは最高の日でした本当に。まあ、なので皆さんもじゃあこの限られた期間、本当にあれですもんね、雪解けしての状況 で、はい、でなおかつ新芽が出る状況の時を見極めてこないと取れないっていう。1週間勝負の虫。1週間勝負だって。今日最高の日でした。もうだって今ジョニーさんが私の目の前でこう撮るっていう貴重な映像がサクッとね。いや本当に、じゃあ私あの頑張って産ませたいと思うので、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。電池がなくなったりいろいろしてるんで、そろそろ締めに入りますか。いや、いい山でしたね陽介さん。いや本当にこんなにいると思わなかったね。うん、取れすぎてありがたみがなくなるって言ってたよね、さっき。まあでもこれは特別らしいからね。そうですね、こんなにいることはそうそうないらしいからね、はい、うん、あの皆さんもですね、ぜひもう今シーズン終わりだと思いますけれども、うん、まあでも北の方はこれからじゃないか、うん、はい、うん、なのでぜひ来シーズンに行かれてみてはいかがですか。確かに、はい、今日はそうそうたるメンバーだったんでございますが、おのおのに採集しているものでなかなかインタビューをいただける機会が、ね、ちょっとあのすごいメンバーだったんだけどね、はい、あのうん、ポツポツなんですけれども、まず一旦締めたいと思います、はい、本日もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント全部お待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイチャ。はい、これリリースですかね。そうだね、もう根元の方に普通にね、うん、この辺ね。さよなら。